トマベ知識認定コーチの西村です。本日はコーチ真由美のおすすめ映画その2です。コーチ真由美のおすすめ映画その2はガンジーです。ガンジー知ってます？リチャード・アッテンボローのガンジーの半生を描いた伝記映画です。アカデミー賞取ってます。あれ、はじめ南アフリカのアパルトヘイトの話から始まるんですよね。そういう背景知らない人はぜひ見てください。注目すべきはですね、音楽と映像美ですよ。こう浜辺を歩くガンジーとかね、すごい素晴らしい音楽が流れるんです。あのガンジーのこの穏やかでなおかつ情熱的なすごいバランスを、あれは映像と音楽で表現してるんですよ。そういう部分にちょっと着目してみてください。特にコーチ真由美ですね、とても感じるのは音楽に関して男性は素晴らしい感性持ってらっしゃいますね。まあ、女性もそういう人いるんですけど、男性特に音楽っていう部分と自分が得たい気分っていうのをこう頭の中にちょっとストックするようなイメージで映画見てほしいんですよ。そうすると自分がこういうアファメーションとかでビジュアライゼーションするっていう時に、そういう映像の何て言えばいいんでしょう、材料を適当にこうくっつけていくイメージです。なので精神世界とかね、こう目標の達成とか我慢強さみたいな、そういったイメージはぜひちょっとガンジーの映画から引っ張ってくるっていうような感じで見ていただけるといいなと思います。単純にこのガンジーの業績とかっていう知る面でもものすごくいい映画ですので、ぜひトライしてみてください。